SGK1 は、人では、SGK1 遺伝子によって行動される酵素である。SGK1 は、セリン、スレオニンキナーゼの中でも SGK サブファミリーに属し、血清や糖質コルチコイドを含むいくつかの刺激によって、急速な転写の制御が行われる。SGK1 は、インスリンや成長因子によって、パイサンキナーゼや PDPK1。 また国を介して活性化される。SGK1 はいくつかの酵素や転写因子を調節し、輸送、ホルモンの放出、神経細胞の興奮、炎症、細胞増殖、アポトーシスの調節に寄与していることが示されている。SGK1 は様々なンチャンネル、輸送体、NA、KATPR ゼの存在量や活性を増加させる。SGK1 の発言は、 発生段階や、高血圧、糖尿病性神経障害、拒血、外傷、神経変性疾患などの病態によって調節されている証拠が蓄積している。SGK1 は、細胞ストレス応答に重要な役割を果たすセリン、スレオニンキナーゼである。このキナーゼは特定のカリウムチャネル、ナトリウムチャネル、塩化物チャネルを活性化し、細胞生存、神経興奮、 腎臓でのナトリウムの排出に関与していることが示唆されている。SGK1 は次に挙げるイオンチャネルを調節することが示されている。次に挙げる輸送体やポンプも SGK1 の影響を受ける。SGK1 は浸透圧による細胞収縮または頭頂性細胞収縮によってアップレギュレーションされる。SGK1 依存的な価値音チャネルの調節は 細胞の体積の調節に寄与している可能性があるが、その調節機構や重要性は未だ確立されていない。細胞 A、NA の流入は細胞を脱分極し、並行して CL の流入をもたらす。NACL の流入と浸透圧によって駆動される水の流入は細胞の体積を増加させる。SGK1 は細胞の体積によって調節される CL。 チャンネル CLC2 の活性を増加させることが示されている。こうした CL チャンネルの活性化はの CL 流出と最終的には K の流出をもたらし、KCL の喪失によって細胞の体積は減少する。こうした観察は細胞収縮による SGK1 のアップレギュレーションとは対照的であり、SGK1 はむしろ細胞体積の減少に関与している。 可能性を示唆している。SGK1 は細胞体積の変化に対処する能力を増すことで細胞体積の維持に寄与している可能性もある。脱水脳の水分状態は神経の機能に重要である。水分補給は神経細胞やグリア細胞の体積に影響を与え大脳の機能を変化させる。脱水は SGK1 を含む 広範囲の遺伝子の発現を変化させる。脱水時の脳の機能変化には、SGK1 の影響を受ける機能が大きく、寄与していることが示されている。SGK1 は、アポトーシスを阻害することが示されている。SGK1 と SGK3 の持つ、高アポトーシス作用の一部は、ホークヘッド転写因子のリン酸化によるものである。また、増殖シグナルは、SGK1 を、 核内へ輸送し、SGK1 はケッヘル1.3を調節することで、細胞増殖作用を示していることが示唆されている。ケッヘル1.3のチャンネル活性のアップレギュレーションは、成長因子の増殖作用に重要である、可能性があり、イグフマイナス1による細胞増殖はいくつかのケッヘルチャンネル遮断薬によって妨げられる。SGK1 のノックアウトマウスの成長は、 見かけ上正常である。そのため、SGK1 は、細胞増殖やアポトーシスに、重要な要素ではないか、もしくは、SGK1 ノックアウトマウスでは関連するキナーゼが、SGK1 の機能を効果的に補っているかの、いずれかである。SGK1 は、長期記憶の形成に、重要な役割を果たすことが示唆されている。野生型 SGK1 のトランスフェクションは、 ラットの学習能力を改善する。一方、不活性型 SGK1 のトランスフェクションは、空間記憶、恐怖条件付け、新規物体認識の学習能力が低下する。SGK1 の記憶固定における役割には、グルタミン酸受容体も影響を与えている、可能性がある。SGK のアイソフォームは、アンパ受容体とカイニン酸受容体をアップレギュレーションし、 グルタミン酸の興奮作用を増強すると考えられる。シナプス伝達とウミウマの過疎性はどちらも海人酸、受容体の影響を受ける。SGK の欠損は、シナプス間撃からのグルタミン酸の除去を低下させ、グルタミン酸、トランスポーターや受容体の機能や調節を変化させる。その結果、興奮毒性が増加し、最終的には、細胞子が引き起こされる可能性がある。 長期増強 SGK は、会話の神経細胞での長期増強と神経可塑性を促進することが示されている。会話での SGK のメッセンジャー r n a の発言は、アンパ受容体によって増加する。アンパ受容体を介したシナプス伝達は、長期増強の後期段階と密接に関係している。人の SGK1 のアイソフォームは、 細胞の体積によって調節される遺伝子として同定されており、細胞収縮によって転写がアップレギュレーションされる。SGK1 の転写産物レベルの調節は早く、SGK1 のメッセンジャー RNA の出現と消失は20分以内に行われる。SGK1 の転写は血清や糖質コルチコイドによって増加し、転写の変化は細胞子の出現とも相関している。 SGK1 の転写調節に関与するシグナル、伝達分子としては、キャンプ、P53、プロテインキナーゼ C がある。SGK1 の転写は、細胞体積の変化に対する、感受性があるため、脳での SGK1 の発言は、脱水によってアップレギュレーションされる。SGK1 の発言は、血清、イグフマイナス1、酸化ストレス、サイトカイン、低診等圧、 糖質コルチコイドを含む多数の刺激によって制御されている。糖質コルチコイド、生鮮刺激ホルモン、繊維目細胞増殖因子、結晶板由来成長因子や、その他のサイトカインも SGK1 の転写を促進することが知られている。様々な神経変性疾患における SGK1 のアップレギュレーションは、こうした刺激と直接的に相関しており、 多くの神経変性疾患には、こうした刺激の変化が伴っている。SGK1 は SGK3 とともに、小腸でのナトリウムマイナスグルコース輸送体、SGLT1 によるグルコースの吸収を促進することが示されている。また、SGK1 は、脳、脂肪、骨格筋を含むいくつかの組織でも、循環血流から細胞へのグルコースの取り込みを促進する。 SGK1 は、インスリンによる細胞へのグルコースの取り込みの促進にも重要な役割を果たしている。したがって、SGK1 は、尿細管での NA の輸送に関して、抗質コルチコイドとインスリンの作用を統合するだけで、なく、グルコースの輸送にも同様に影響を与えている。SGK1 は、アルドステロン、インスリン、イグフマイナス1によるイナックの調節に影響を、 与えており、腎臓での NA の排出の調節に関与していることが示唆されている。氷尿ホルモンやインスリンによるイナックの活性化は SGK1 に依存しているか、あと、インスリンと SGK1 によってそれぞれ誘導されて、同じ標的に収束する非依存的な経路を反映したものであることが指摘されている。腎臓でのイナックの機能や抗質コルチコイドの作用は部分的には、 SGK1 の存在に依存している。ある研究では SGK1 はインスリンによる腎臓での NA 保持に重要な役割を果たしていることが明らかにされている。SGK1 は硬質コルチコイドによって調節される NACL の向上性において少なくとも2つの役割を担っている。NACL の摂取と腎臓での NACL の再吸収の双方が SGK1 に依存していることは、過剰な SGK1 の活性によって、蛍光での NACL の吸収と腎臓での NACL の保持が同時に促進され、動脈性高血圧が引き起こされ得ることを示唆している。SGK1 は、腸細胞をはじめ、消化管で高度に発現している。硬質コルチコイドは、小腸での SGK1 の発現の主要な、 刺激因子であることが示唆されている。腎臓での機能とは異なり、結腸でのイナックの調節は、まだ十分には理解されてない。現時点では、SGK1 は、遠位結腸でのイナックの刺激には必要ではないと考えられている。心臓は、SGK1 が高度に発現している多くの組織のうちの一つである。SGK1 は NA の取り込みと腎臓での 排出の双方に影響を与えるため、血圧の調節は SGK1 によって誘導される、電解質の不均衡の影響を受ける可能性がある。インスリンによって活性化された SGK1 は NA の再吸収と、その結果として血圧の上昇を引き起こす可能性がある。SGK1 は新周期の QT 時間に影響を与えることが示されている。 QT 時間は左右の寝室の電気的脱分極から細分極までの時間を表している。SGK1 は QT 時間を短縮させる可能性がある。人では SGK1 の活性を高めると考えられる遺伝子バリアントは QT 時間の短縮と関係している。SGK1 の機能獲得型変異は心筋収縮の活動で以後に 心臓細胞が細分局するまでの間隔である QT 時間の短縮をもたらす場合がある。SGK1 は心臓細胞の KVLQT1 チャンネルとの相互作用によってこの作用を示し KVLQT1 が K91 と複合体を形成している場合にチャンネル活性を促進する。SGK1 は p イク5をリン酸化することでこのチャンネルを介した 感情活性型チェーン性流性カリウム電流を増大させる。p ファイ5は PIP2 を形成し、PIP2 は心臓の神経細胞膜への KVLQT1、K921 チャンネルの RAB11、依存的挿入を増加させる。SGK1 による p ファイ5のリン酸化は、KVLQT1、K921 チャンネル含有症法の RAB11、 依存的なエキソサイトーシスを介して、チャネル活性を調節する。SGK1 は、細胞内の輸送を変化させることで、細胞膜への KVLQT1、K921 チャネルの挿入を増加させ、神経細胞の感受、活性型遅延性流性カリウム電流を増強させることができる。SGK1 の発現の2つの主要な要素である、酸化ストレスと、 糖質コルチコイドの増加は神経変性過程の一般的な要素である。SGK1 は神経変性疾患の根底にある細胞子過程において重要な役割を果たしていることが研究から示唆されており、SGK1 は神経保護作用を示すようである。アンパ受容体とカイニン酸受容体は SGK のアイソフォームによって調節される。 アンパ受容体の活性化は拒絶による細胞死に重要である。SGK1 依存的な AMP 受容体とカイニン酸受容体の調節の異常は筋縮性即作効果症や統合失調症、転換の病理に関係している可能性がある。グルタミン酸、トランスポーターは細胞外空間からグルタミン酸を除去する。SGK1 の欠損は グルタミン酸の作用を妨げる可能性があるが、それと同時にシナプス感激からのグルタミン酸の除去も低下させる。グルタミン酸は神経毒性を示す可能性があるため、グルタミン酸トランスポーターやグルタミン酸受容体の機能や調節の変化は興奮毒性を助長する可能性がある。ハンチンチン SGK1 はハンチンチンをリン酸化し、 ハンチンチンの毒性に対抗することが発見されている。一方で SGK1 のアップレギュレーションはパーキンソン病モデルでのドーパミン作動性細胞の死の出現とも一致している。現時点では SGK1 は細胞死を防ぐのか駆動するのかは明らかではない。SGK1 の過剰発現は重度の精神地帯を示す疾患であるレッド症候群でも観察されている。 SGK1 は脳由来神経栄養因子シグナルの伝達にも関与していることが示唆されている。BDNF は神経の生存、可塑性、気分、長期記憶に関与していることが知られている。SGK1 は統合失調症、うつ病、アルツハイマー病における BDNF シグナル伝達に関与している可能性がある。BDNF の濃度は 抗うつ薬の投与や電気経連療法など、主要な精神病治療戦略の後に変化する。他の神経疾患タウタンパク質は SGK1 によってリン酸化される。アルツハイマー病ではタウの抗リン酸化が見られるため、SGK1 はアルツハイマー病に寄与している可能性がある。また、クレアチントランスポーターに血管を抱える患者は、精神値体を示すため、 SGK1 のクリートをアップレギュレーションする能力には、病理学的意義が存在する可能性がある。SGK1 の欠乏は同時に、糖質コルチコイドシグナルの不十分な伝達を伴うため、SGK1 は大鬱病性障害に関係している可能性が示唆されている。鬱病患者では、SGK1 のメッセンジャー RNA のレベルが、 大幅に上昇していることが発見されている。SGK1 は次に上げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。